ストナンバーピッチングです。おっ、ピッチングで120弱飛んでるな。なんかだからピッチングでコントロールするのが難しい時だ。まあまあな、小学生仕様のまだカーボンやからな、もうスチールにしてないからな。おい、よし、待ってあげようか。もう好きな日程が、じゃあ8番。8番、偶数やん。7番に行けへんやな。7番はよう練習する。8と7はまあまあ、ああ。でも自分的には5と6が調子良かったら、うん、まあ調子いいかな。ああ、なるほど。そうやな、5と6打てたらいいな。うん、調子いいんちゃうん。お、まさか調子がいいご報告動画になるから、なんとか邪魔したろう。まあでもな、今日はほんまに調子がいいから、よしカメラ回そうかってなったから、あ、いいで。もう2ヶ月ぶりぐらいかな、あの70代出た時よりかはいいわ。へえ、いいね。ああ、これなんで？自分ではどう分析する？自分で。自分的には構えて、うんうん、一瞬握り直すか、うん、それか右足蹴るのが早いか。一瞬握り直すか。どこで握り直してる？てか。スッて構えて、パッて目標物見て、そのままパーンって打ったら、こうやって。いいよな。でも、構えて、目標物見てから、そのまますぐ打たへんと、一瞬。それをなくすために、息を吸いながら、スッて吐いてしながらしてて、いつものルーティーンの入るまで、構えるまでずっと深呼吸みたいな感じにして、これでやったらどうなるやろうと思って打ったら、ああいうミスがちょこちょこは出るけど、前よりかはマシになったな。ああ、そうやね。まあスイングの途中とかスイングの中で何か変えるというよりか、そういうリズムで調節していって、で確率が上がるというのがいいな。スイングは基本的にはもうよっぽどのことがない限り、こうパッと始まったらもう途中で何か考えん方がええからな。よし、行ってくれ、どんどん行ってくれ。調子がいいからもう今日も質問だけやな。OK。 短いクラブから長いクラブまで、そのもうルーティーンもフィーリングも全く変われなんか。逆に変えたくないっていうか、あ、変えたら、ピッチングから8番まではこのルーティーンでやって、7番から6番はこのルーティーンでやってで分けてたら、なんか頭の中がちょっとぐちゃぐちゃになりそう。おー、ええこと言うな。え、それは何、お前がアホやから。そう、アホやから。いや、ちゃうちゃうちゃう。いや、でもほんまになんかそういろんなことを分けて分けてするっていうのが苦手やから、そうやな、一つに揃えてやった方がいいかなと思って。ほんなら例えば、あ、環境バラバラやと、短いアイアンはいけるけど、もう、5番や6番やもうドライバーもう全部バラバラやから、なんとかドライバーだけってやるか、もうそれでも構わず1個でいくか。いやー、でもでも、やっぱり揃えてやりたいなと思う。あ、またミス出ても、うん、まあ、自分では気づかへんタイミングのズレがあるから、もう変えんと、球がもう右出るんやったら左向いていくとかの方がいいよな。やっぱそこでこうドライバーだけとかいろいろやってしまうと、あんまし変えてたらなんかおかしくなりそうやなと。13種類のルーティンがもうできたら困るもんな。よし、いけいけ。
オッケー、じゃあもっと番手あげようか。男の子やからちょっと3番アイアンまで打てるようになってほしいな。3番おう。あ、これが家カメ。こっから調整をどうするかや。カメカメ、そうや、左は良くないかな。おお。よし、いいよ。そうやな、いつも俺が凌介に思うことは、まあ、インパクトで調節するというか、まあ、それをほんまに今言ったようにないようにな、うん、こうしといて、まあ、まあインパクトは切り返しやな。切り返しのタイミングでいろいろやると、もう切り返しお化けになると絶対あかんからもう切り返しお化け禁止な、うん、切り返しお化け、うん、切り返しお化けの球は先生見たら絶対わかる、わかるわかる、ああもうこの切り返しお化けやっていう、え、うん、まあでもそうじゃなくなってきたから、あのいいと思う。もうさっきの凌介自身の意見とは裏腹に、調子悪い時もうほんまもう切り返しお化けやからね。切り返しお化けになったらどうなるかって、テイクバックゆっくりなんで、ね、ああこうやって、うん、だって思えへん、テイクバックをこうやってゆっくりしたら、じゃあどこでパワーを生む？確かに。そうやろ？ここをゆっくりしといて、ここでパチンって下げたら、ここをゆっくりやる。もし切り返しで何もせえへんって言うんだったら、さっと上げた方がいいもん。あ、うん、今は大丈夫です。うん、今は？だから今までレッスンで何回かペロッと言うてるやろ。あ、まだテイクバックゆっくりやな、言うてるやろ。だから そう言われたら自分が思ってるよりかは早くするけど、うん、でもまだちょこちょこあかん時早くできへんやろ、早くせなあかんと思うけどできへんやろ、うん、今もうだいぶスムーズになってきてる。よし、どんどん打て。はい、よし、ドライバー行ってみようか。凌介くんが良くなってきたポイントは、切り返しにテンションがかかってない。まあもう全然マシやな。ちょっと切り返しお化けっぽいなヒュードロドロとちょっと出てきてるね。よっしゃ、そうなった時ほんまに自分のこうやりたいっていうタイミングよりもサッと上げてみる。でサッと上げて、今度は逆に切り返しからこのダウンの時をちょっとブレーキかけてゆっくりする。ゆっくり、おお、逆や、ゆっくり上げてパーンじゃなくてサッ、ゆっくり意外とね、うん、ええー、と思うやろ。そうそう、ゆっくり、そうそうそう、ここからブレーキかけていくぐらいでやってみて。はい、ああさあ、どんな球で、俺もわからない。お、まっすぐや。そうやろほんでしかもあのスイングが柔らかくなっただけで、ほんまに別に減速したの。え、ああ思ってるの自分だけ、思ってる自分だけ、そんだけだいぶお化けが乗ってきた。やば、それはやばい。もうちょっと飛ばしたいってこと、何かあるとテイクバックをクッと速くしたい。あと何もするっちゅう、上げたハンドルそのまま打ってくる、うん、上げた反動もない、上げた反動があるからそのままグググッとこう減速したらいい。見てみ、全然曲がらへんやろこれ、まっすぐや、うん、でも減速したと思ってるお前だけやから、うん、動画アップすんの楽しみにしとる。はい、マジか、マジか。